ももちのチャンネル。おお、すごい。うん、明らかに怪しい何か。どういう状況でその服で着ちゃったのかな。ももちの怖いよ、私ならすぐ逃げる。そう、お前だ、ももちの怖いよ、怖い。ここから俺を出してくれ。絶対いいことないよこれやだよ。詳細を聞こう。なんで思っちゃうの。普通逃げるよね。このままでは世界が大変なことになる。リングを引っ張り、あ、押すこともできる。押すとどうなるんだ。何もならない。早くしてとか言われるかな、こういうこと言ってたら。すごい、なんかすごい後で怒られそう、中の人に。意外と、もう騙されおって招きなやつだ。それにしても今やもシーリングめ、この俺をあんなところに閉じ込めやがって俺の力はもうすぐ完成する。もう誰にも邪魔はさせん。行っちゃった。待てドラゴン怖い。私はどういう状況で。驚かせてごめんよ。あいつはドラゴン、うん、闇のオーラを放つドラゴン。うん、まさかあんな力が残っていたなんて。とりあえずはびっくりしてるけど。僕はリング。あいつの放つ闇のオーラはいろんなものを狂わせるんだ。このまま放っておくと世界が闇のオーラに包まれ大変なことに。大変なことに。言ってることと違ったんだね、最初言ってたのと。ただ詐欺だね。もう僕だけの力では弱々なんだね。君は心人間じゃなさそうだね。ちょっとそこへんの詳細は不明です。でもなか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 ジロジロ体を見られてしまった。ライトトレーニングは場所を選ばず。なんだ格言。僕にちょっと右手をかざしてみてくれないかな。右手の親指の裏を図の位置に軽く押し当てましょう。こうか。測定しています。あ、そのまま動かさないでください。動かしちゃダメだった。あれかな、ライトを、ライトで血流を確認してるのかな。心拍数がこれでわかる。怖い。やだやだ、超やだ。
クロ完了。何？やだ。なんか話勝手に進められちゃってる。さあ、ドラゴン追いかけよう。何？え？もちろん一緒に行ってくれるよね。君が運動すればするほど。返事してない、返事してないよ。やだやだよ。これからよろしく。お持ちの言ってくれなかった。結局この世界どういう世界の人がどういう世界に来ちゃったのかっていうあれはないんですね。はい、ドラゴンのやつあんなところに。あ、奥の方にいる。でも大丈夫、筋肉は熱いうちに打て。お持ちの多木ならすぐにたどり着けるよ。ふんが出てる場所へ向かおう。お、移動。あ、移動できました。決定、向かってみましょう。ドラゴから放たれていたこんな紫色のオーラ、覚えてる？覚えてる。あれは心の隙間に入り込み宿主を乗っ取る闇のオーラなんだ。怖いね。だから僕らは一刻も早くドラゴを止めなければいけないんだ。大変だ。ごめん、いきなりこんなこと言ってもよくわかんないよね。何もかもわからないです。おもちのの、もちも、ももちのもまだ不安だと思うけど、僕がさっぽりサポートするから安心して僕がしっかりサポートするから安心してサポリシポートしてもらおう。行こう。はい、1の1、出発。女神が、女神が、なかなか、ゴールを目指そう。なんかもうゲームの中のももちのさんは慣れてますな。サイレントジョギング。この先に扉があるからまずはそこまで行ってみよう。鹿だ。押し込んでみてよ。あ、そう、空気砲が打てるんだ。鹿、こんにちは。鹿こんにちは。鹿当たらない。空気砲は左右に向けて撃つこともできるよ。あ、なんだ壊せた。狙いにくい時は照準がずれてるかも。僕を下に向けると元に戻せるよ。あ、すごい、扉が見えてきたね。あ、開いた。いい感じ。あ、なるほどね。あ、すごい、体が赤くなるんだ、鍛えられてる場所が。おい、カメラが止まってて、結構進めたのに、結構ゲーム進めたのに、あ、カメラが止まってて録画できてなかったです。あ、戻る。もうほら見て、レベル3って。あ、もうここまで行ける、ここまで行ってたの、途中まで行ってたんです。あ、もう悔しい、超汗びちょびちょなんですけど。あ、悔しい。まあでもちょっと今日はやっちゃいたいから、ドラゴンのところまで行きたいから、それをみんなに見てほしいから、もう一回最初からやろうと思います。もう汗びちょびちょ。もうなんとなくお気づきかと思いますが、みんなの言ってる通りしんどかったので、もう一回しんどいの頑張っていきます。いきます。失敗。1の1。見て、私もすでにめっちゃ汗かいてるから。はい、いきます。サイレントジョギング。
もう通ったこの道。だから早く行っちゃう。ほらもう説明もないもん。本当はねここでね、あの空気砲撃ってみて押し込んでって言われたもん。もう説明ないもん。クリアしたから一回私で、ここでほら箱を狙ってやってみてってなったもん。ここでお金出てくるもん、知ってるもん。一回通った道だから。ほら右もあるもん。知ってるもん、ね、深く深くやればやるほどいいんだもん。早く進むんだから。でここ門を開けるときはこれね、出んだね。もう知ってるから。ほらこうやって連打で開くから、鳥が避けるから、下に飛ぶときこうだから。下に飛ぶときこうだから。で連打するから、連打するから、連打するから、で早く踏み込むといけるから、階段はサイレントモモ上げ深めにやるといいから。でここでここでね、下に行くとビョーン、はい、左左左右右右右あるもんね、知ってるもんね。そろそろね、あのコイン吸い込むところ出てくるから、ほらほらコイン吸い込むから、吸い込むとき引っ張るから、知ってるから私。着いたらビクトリーポーズするから、腰を下げてビクトリー、もうやったから、もうやったから、経験済みだから。もう悔しい。体験の時よりいっぱい喋ったから余計疲れた。最初運動した時は144回だったんです。でそれで最適な運動になってたんだけど、喋りながらやったから強い運動になってる。15ぐらい心拍数が上がってる。はいはい、脂肪の燃焼、持久力の向上を目指すのはぴったり、この調子をキープしましょうということでした。はい、はい、1の1の運動、いい感じですね。でもこんなに心拍数が158あって2分ほど運動しても 7.78 キロカロリーなんですね。うん、意外と少ないけど、でもこれでどんどん代謝さえ上がっていけば、このカロリーもどんどん消費が早くなってくるから、頑張っていくしかない。いきましょう、継続は力なり。ゴー、喉が渇いた、水分補給タイム。もう一回おもちのチャンネル。はいはい、お水飲んできました。2回目ともなると汗だくですね、余計にね。はい、では初めてに見せかけた2回目いきましょう。ゴー。はい、ドラゴンに近づくほど危険が高まるよ。油断は禁物だよ、もちろん。もう大丈夫、私一回危険してるから。はい。ヨガスキルはゆっくりと動くことを意識しましょう。はい、了解です。でもまだヨガスキル使ってないんだよね、私。はい、魔物はどこにでも現れるんだ。気をつけて、もちろん。カン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 。音が鳴らない。ここにもね、いっぱいね、お金入ってるんだ。知ってる、私。一回取ったから。僕を下に向けて押し込み続けてみて。ほいほい、知ってる、一回やったから。ここがさあ、最適、あ、いい感じ。さっきできなかったの、2回目だから私。なんだ、カラカランって鳴るだけだった。ほい、うん、いいよ。はい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 、あー、そう、可愛いんだよこの子。赤ホップって、赤じゃないや、青ホップなんだね、名前初めて聞いたね。いきます、はいはい、スクワットさっきやった、
はい、結構しんどかったよこれ。はい、おい、えい、ナイス、おい、完璧。スクワットは得意なんだ。私はスクワット1000回できるんだ。はい、はい、よし、素晴らしい。オッケー、汗が、このね、かかとがね、あ、余裕だった。チピッて。そう、かかとがね、はい、はい。お尻、触りながらやると、お尻の意識ができるから。はい、いいですよ。やっぱ筋肉触りながらやると。意識が持てる。はい、オッケー。いい動きだったよ。はい、やった。腹筋ガード、知ってる、左にずらしてやるんだ。はい、足は軽く曲げて、はい、ベスト。はい、バズプッシュ、しんどいな。やったから知ってるから。どうしよう、ニートゥーチェストしようか。さっきやってあれはしんどかったから。はい、でリングコーンを置く。はいはい、はい、両手で上半身を支える。床に座り足を伸ばす。はい、できました。よし、動こう。はい、膝を曲げるときはお腹に力を入れよう。よしよし、輝いてるよ。お腹のブヨブヨがギュッてしまってシックスパックになって青ポップに落ちる。かわいそう、かわいいのに。いいよ、すごいぞ。いいね。お、結構くるなこれ。下腹部きますね。腹直筋、よし、いい動き。こう曲げてる時がしんどいと思うきや、それプラス足伸ばした時にかかとつけなきゃ、すごい腹直筋も持っとくから。最高、いいよ。ももちの前な、2回目だからな。よいしょ、君の成長の印だよ。いくよ、はい、いくよ、せーの、はい。あ、なんかハートいっぱいもらえる。急いで、急いで。身振りさんの動く速さを、はい、わかりました。そのポーズ、はい、肩幅に開き、つま先を平行に、ゆっくりと腰を落とし、腕を振る。
腕もすごい。ゆっくり倒そう。はい。ゆっくり戻そう。腕を上げるときは胸を張ろう。よくやりきったね。おう、やった。スキルを選んで攻撃だ。はい、万全プッシュいくか。はい、万全プッシュいく。私上半身弱いから苦手なんだって。中に力を入れながら押し込もう。よし、輝いた。いいよ、すごいぞ。いいぞ。よし、すごい。でもね、さっきよりね落ち着いてる気がする。心拍数が150ぐらいかな。140台また下がってる気がする。あら、測り直す。お、こう。なんか測りきれてないな。やっぱり、なんでだろう。汗かいてんのかな。はい、こうしよう。あ、やっぱ気仙より上にラインが来るようになったから。あ、もう結構下がってる。140どころじゃないね。あ、なんかね、心拍数が自分の中で落ち着いたと思ったんですよ。うん、やっぱ体感ってリンクしてるもんですね。はい、おー、いろいろやりました。仕上がってきたね。さあ、おお、やっぱり習うより走れだね。はい、ドラゴンはまだ桃地の力を知らないし、油断してるはずよ。寝耳に水。はい、前メニューを確認し、はい、運動負荷を調整できる。はい、さあこの勢いでドラゴンのところに行こう。 GO! ちょっとこのまま続けるけど、オーバーワークに注意してゲームを楽しみください。水分補給を忘れずに。ちょっと水分補給しましょう。